刻21時のお時間となりました。このコーナーは私ミュージシャンの不思議レモンが初心者ながら、日本が誇るスーパーレジェンド西城秀樹さんについてですね、さまざまなコーナーを木曜日9時に来ておりますが、先週、先々週と、まあ、夏休みということでお休みさせていただきましたけども、今日は、この、ね、コーナーの名物コーナーでございます。初見で全曲聴いてみるのコーナーということで、本日は第8曲目ということで、今日はジャガーということでお送りしていきたいと思います。まあ、秀樹さんのファンからたくさんね、コメント等いただいておりまして、すごい曲があるというふうにお聞きしておりましたので、まあ今日は本当に楽しみでございましてですね、早速この後、まあ聞いていきたいと思います。このジャガーのデータを、ね、調べてみたいと思います。まだリリースは1976年6月5日ということで、作詞は阿久悠先生だったんですね。いや、そうなんだ、知らなかったですね。作曲は三木たかしさんということで、なんか、アク先生って言ったらなんかちょっとね、タイトルが一癖あるような感じするじゃないですか。まあ、ブーツを脱いで朝食をというのもそうだと思うんですけど、なんかこうちょっとね、普通に行かないような感じがするんですけども、結構ジャガーっていうのはやっぱりね、こう、ジャガーって感じね、立ちますけども、いや、本当にどんな楽曲なんでしょうかね。次はジャケットを見てみたいと思いますけども、すごいジャケットなんですけど、秀樹さんが、これは海なんですかね、上半身裸で、で、もうすごい、こう髪型のこれやっぱジャガーを意識した、されたわけなんですかね。すごいもう本当にギャランドゥーって感じで、下が、これ下かっこいいですね。ジャガーっていうこのロゴがすごくかっこいい、黒い表がね、こうデザインされた感じでですね、ジャケットはすごいかっこいいですよね。秀樹さんすごい白い歯がね、かなかこんな感じで、これはやっぱりこう、ジャガーを意識した感じのね、ジャケットとなっておりますけども。それでは、ここから曲に行く前に、いつものこのコーナー行ってみたいと思います。秀樹さんファンからのお便りコーナーボギーということで、本当にね、いつもたくさん、コメント等いただいておりますけども、もう今回はちょっとジャガーに関してのですね、もう重要な情報が、いただいておりますので、ご紹介したいと思います。青春さん、はじめまして、どうも、リプの方、ね、ツイッターの方でいただいております。はじめまして、フシレモさん、ペコリンということでね、こちらもペコリンということで、毎週木曜9時が待ち遠しいですというふうにね、言っていただいておりますけど、ありがとうございます。今週も秀樹さんの素晴らしい功績をいっぱい。あまりちょっとね、男が言うと言ってもいいですけど、いっぱい紹介してくださり、ありがとうございます。ペコリ。ということで、前回ね、秀樹さんが、ヤングマンでザ・ベスト10のね、最高得点を出したという動画を配信したと思うんですけども、2週間の夏休み、寂しいですっていうふうにね、言っていただいてありがとうございます。今週からもどうぞよろしくお願いします。夏休み明けの赤&黒ジャガープラスセリフで秀樹さん沼にハマってくださいですということなんですけどもね。いや、この本当にメッセージいただきましてですね。いや、本当にありがたかったなっていうのは、赤ジャガー、黒ジャガー、そういうなんかシチュエーションがあるんだっていうことを初めて知りましてですね。この夏休みなければ、まあこの赤ジャガー、黒ジャガーに気づかずに突っ込んで動画をこうね、作っていたところ、このように教えていただきましてですね、ある赤ジャガー、黒ジャガーっていうね、この後早速聞いてみたいと思いますけどね、貴重な情報いただき、そしてありがとうございました。そして、桃太郎さん、いつもコメントありがとうございます。木曜日を楽しみにしているのに夏休みか、2週間は長いわーっていうふうにね、いただいてありがとうございます。ジャガー楽しみだよね。フシレモさんも今頃、プレッシャーかかってるかもってことで。プレッシャーというかね、早く聞きたかったです。どんな感じ。私もあのセリフにはドキドキしたわ。まだ小学生だったのにということなんですけどもね。いや、このセリフというものがね、存在するというのは早速この後聞いてみますけどもね。いつも本当にコメントいただきましてありがとうございました。それでは今回も早速、ジャガーの方を聞いてみたいと思います。まずは、ジャガーのオリジナル LP ですね。LP じゃない、EP でしたね。オリジナル EP を聞いてみたいと思います。それでは。さあ、ということで、早速聞いてみたいと思います。すごい楽しみですけどね。じゃあ行きまーす。こっち。
すごいイントロ、特撮の昭和の特撮のなんかイントロですけども、あ、でもかっこいい。ジャガー特撮ですね。すごい負け舌がすごいし、愛に命をかけたやつは誰だみたいな負け舌がすごいですけどね。誰だジャガー。あ、曲でもめっちゃかっこいい。曲めっちゃかっこいいじゃないですか。めちゃめちゃかっこいい、この歌。あ、すごいかっこいい。負けて戻るな。なげー。めっちゃかっこいい。特撮っぽいけどね。でもめちゃくちゃかっこいい。感想ですね、ここから。あ、ギターかっこいい。あ、セリフが始まった。あ、なんで、え、俺が死ぬな、俺が死ぬなじゃない。俺が死んでも君は死ぬなか。すごいな。君一人でも愛は生きる？愛は死ぬ？喋るな、喋るな。さあ来い。抱いてやる。抱いてやる。いや、でもかっこいい。セリフもかっこいいじゃないですか、すごい。っていうか、曲めちゃくちゃかっこいいから、なんか、セリフは確かにちょっと驚きですけど。でもなんか違和感なくかっこいい。めちゃくちゃいい歌。若干ちょっと鳥肌入るぐらいのかっこよさ。いやー、すごいかっこいい、この歌。いやー、すげー聞き入っちゃった。多分めちゃくちゃ今これ動画カットされてると思いますけど。ずーっと真顔で聞いた。すごい、ブーツを、自分の中ではブーツを脱いで、朝食男、タイというか、ひょっとして上かもしれないぐらいの、こう、ツボというか、こういうメロディーラインめちゃくちゃ好きなんで、70年代の、すごい疾走感ありますし、いや、めちゃ、なんかお姉さんのコーラスかなんかが、ジャガーとか言って、で、こう、秀樹さんがバーって歌うじゃないですか。めちゃくちゃかっこいい。で、セリフに関しては確かにびっくりしましたけど、特に喋るなって言われた時に、喋るなってって感じになりましたけど、でも、そんなに違和感ないかっこよさ。なんか、やっぱり曲が疾走感あるし、なんか、バーっとこう、なんか、あそこでセリフ入れても、すごいこう、違和感なく、あ、かっこいいなという感じの、曲でございましたね。それでは次は、ジャガー黒バージョンのライブ映像を、見て聞いていきたいと思います。さあ、まずは黒から聞いていきたいと思いますけども、さあ、どんな感じなんでしょうか。プチッ。すごいですね。すごい、背中が丸出しになってすごいですね。何ですかこのキラキラ。すごいイケメン。すごい一緒ですね。フレディ・マーキュリーみたいな。ちょっと、いや、こう、すごいね。こういう感じの服で、背中もざっくり開いて、で、全身タイツみたいじゃないですか。で、その秀樹さんがすごいこう、こういう感じの、後ろで、司会者、こう、指揮者の方が、なんとも言えない映像誰だって指揮者がつぼすごいなんか絵のだってさ、電子タイツの人がさ、すごい背中とさ、ここパックリ開いてるさ、衣装でさ、歌ってるのにさ、なんか淡々とさ、指揮者がさ、こうやってやってるってさ、すげえなんかシュール。すごいシュールなんですけど。めっちゃ美しいわ。誰だ指揮者映さないで。ひげきさんのここのボディラインすげえ綺麗。ピンクレディみたいな衣装が。ピンクレディのミーさんとケイさんとヒデさんって感じ。ジャガーって時なんか女の子がいっぱい出てくるんですけど、あれは何なんですかね。あ、ファンの人か。鉢巻きかなんか巻いて。ジャガーか。すごい、このさ、何、羽みたいなのが本当にピンクレディみたいな。あ、でもかっこいい。セクシーだよ。
この指揮者を映すのやめてほしいんですけどね。セリフが始まりました。すごいな、この衣装。あ、でもライブのこのセリフはさらにかっこいいけど、後ろの指揮者がすごい気になるんですけど。指揮者映さないでくれ、本当に。笑けてしまうから。すごい、だって、シュールだよね。もうピンクレディにしか見えないよ。チャガーチャガーって言った後に指揮者の方がこうまでやってるから。シュールすぎる。っていうか、指揮者いらないんじゃないですか、ね、バンドドラムがいればね。思うんですけどね。いやー、すごかった。ちょっとすごすぎて、ちょっとなんとも言えないわ。もう、秀樹さんの衣装もすごいですけども、その対比する指揮者の方とね、こう、このパックリ開いたね、衣装で、こう、やってるのに、こう、後ろで、ね、淡々と指揮してる、この図式を見るとですね、本当にもう、おかしくて仕方がないんですけどね。いやー、本当に。いやー、ちょっと衝撃度がすごいですね。いやー、面白いって言ったらあれですけど、でも、秀樹さん自身はすごいセクシーでかっこいいですし、曲が本当にめちゃくちゃいいので、さっきのオリジナルも良かったんですけど、ライブバージョンになると疾走感が、半端なくて、で、間のセリフもですね、ライブになるとさらにかっこいい。もう、本当にかっこいい。もう衝撃度はすごいけど。それでは最後は赤ちゃん顔を見てみたいと思います。残念ながら映像がですね、こう入手できなくてですね、冒頭1分半のバージョンだけを入手できましたので、ちょっと見てみたいと思います。それでは、赤ジャガーでございます。プチッすごい格好。これ黒ジャガーを超えてますね。サンバのカーニバルにいそうだ。すごいですね。ピンクレディですね、これは。これ黒ジャガーよりも、ほとんど全身上出ちゃってますから。でもセクシー、美しい。なんか、レスリングされるみたいな。これジャガーって絶対これ出ますよね。ファンの方の。これ何ですかね、何ちゅう番組なんですかね、後ろのドッキングっていう点滅がなんか、どういう番組なんだって。ショッキングドッキングなんですかね、ちょっとよくわからないですけど。すごいですね、もう何人こういう、ね、ノースリーブというか。これ下がね、ズボンだからあれですけど、下がショートパンツだから完全にピンクレいやー、よかった。残念ながら冒頭1分半ぐらいしか見れませんでしたけども、でも十分、世界観が分かりましたけどもね。いやー、本当にセクシーですよね。ミー、ケイ、ヒデの3人、ピンクレディという感じもいたしますけど。いやー、本当に衝撃的な、感じで、やっぱ黒ジャガー、赤ジャガーはすごいですね。やっぱりコメントをいただいたように、ちょっとなかなか衝撃的で。いやでもね、やっぱり秀樹さんが美しいから、なんかやっぱりいいですね。美しい男は何着ても似合うっていう。いや、でもね、ジャガーの曲自体はめちゃくちゃかっこいい曲ですよね。本当にさすが先生と三木隆さんって感じ。三木隆さん、前まで知りませんでしたけどね。でも本当にすごいいい曲だと思いました。いやー、本当ジャガー堪能いたしました。コメントいただいた、青春さん、そして桃太郎さんもどうもありがとうございました。ということで、次も21時、来週木曜日、21時ですね。この時間にまたお会いしましょう。ボギー。